寒いね、ほんと寒いわ。熊本市内も2度とか3度とか、もう夜になるとそれぐらいの寒さで、さっき外に出てたらね、もう手が真っ赤になっちゃった。あ、こんばんは。キャスターのさざまさしです。さざまさしって、まあなんでかっていうと、今日の終着点が長崎県の佐世保市の北隣にあります佐々町っていうとこなんですね。だからこそ佐々正市なんですけど、今回はねなかなか見どころいっぱいあるんですよ、大村湾のすごい綺麗な景色とか、オランダ村の跡地は今みたいなところもあってね、ちょっともう尺が長いんですぐに行きたいと思います。参りましょう。今夜も生で佐々正市、もともと特別な大村湾。もう今あの車から戻ってきて席に着いたところです。皆さんこんばんは。キャスターのさざまさしです。いやー、今あの見てもらったでしょ、あれ外からねこうバーってこうね上がってきたんですよ。はあ、疲れたー。というわけで、南高ふとうながさん、こんばんは。自身2度目のリアルタイム視聴です。ちなみに、南光って呼んで、あ、南光さん、ようこそお越しくださいました。事前収録だな。わーい、始まった、こんよろー。なべっちさん、どうもこんよろ。事前収録、何のことだか。というわけで、今夜はですね、はぁ、疲れた。190回目のなべっちカーツ3。後ろにもあります通り、今夜も生で、さざまさしということで、題してお送りしていきたいと思います。着ている服が少しちゃうな。いやいや、上着着てたんですよ。だからそれあのバーって上がってきて脱いで、で今あの熊本城マラソンの練習してるとはいえ息切れがたまんないですね。いやー疲れた。あー、というわけで小芝居とかいろいろいただいておりますが、何のことだかさっきのリアルタイム映像かと思いました。着てる服が少しちゃうね。いや、リアルタイムですよ。はい。ということで本番までいよいよ熊本城マラソンあと25日今日となりました。そんな中であるんですが、私渡辺、腰がですね、腰に違和感を感じまして、今日の朝に整骨院に行ってまいりました。明日明後日ぐらいまでちょっと通院ということになりますけれどもね、今もコルセット巻いていまして、ちょっとね立ち上がるとき大変なんです。おいおい、1ヶ月切ってんのに大丈夫かなんていうところもあるんですけども、外は気温が低いせいか汗も出ませんか。そうですね、汗はね、もうちょっとしてから出るかもしれませんけどもね。まあいいでしょう。まあいいでしょう。ありがとうございます。というわけで、今夜もやっていこうかなと思いますけども、シスタミオさん、ようこそお越しくださいました。ようこそお越しください。さあ、それでは、カツスリーニュース。今日は、一本です。レディーサザ、うまいこと言いますね。投票7日目、どうなるユーストリーム大賞2014。ということで、オープニング開始前からですね、もうすでに投票してきましたよとかね、今投票してきましたとかっていう声もいただいておりまして、本当にありがとうございます。ポイントを上げるんであればこれです。投票ページのこの部分、これね、こっちか。はい、とにかくこれの下三角を押してもらって、で出てくる4つのありますよ、アカウント、それを1回ずつ選び直すと、4つ持ってる方は4つ1回ごとに選び直すというところが一番とにかく、大事なところになりますんで、ぜひそちらをお忘れなく、よろしくお願いしたいと思います。今年はねちょっとね、投票いただいてる方もちょっと増えてきたんですけど、あ、サフミスさん先日投票しました、ありがとうございます。ユースリム大賞投票した、ありがとうございます。ゆうじママさん
アカウント、ツイッターだけで投票した方、あるいはユーストリームアカウントだけで投票した方もいらっしゃると思います。1票だけじゃないんです。アカウントを、例えば、ツイッターを2つ持ってて、Facebook も持ってて、Mixi も持ってて、ユーストリームも持ってるっていう方は、5票投票できます。いいですか？ですから、1票だけではなくて、2票目、3票目も入れたいというそこのあなた、できるんです。そのすべての鍵はここ。この、下三角。これを押して、とにかく、4つぐらいバーッと出てきます。それで選び直して、都度投票してください。ここに色がついていても1票です。いいですか？1票としか扱われません。それぞれ1票ずつ一気にボンっていくわけじゃないんです。1票ずつとにかくここで選び直して、そして投票をしていただきたいというふうに思います。あ、嬉しいですね。アカウント1つしか持ってないんで、鍋地さんに投票しました。ありがとうございます。嬉しいです。ぜひぜひ、これを機に2つ3つ作るっていう手もありますんでね、よろしくお願いします。タコさん、ダブル投票してきたよ。ルンルン002、ありがとうございます。ありがとうございます。ダブルでありがとうございますと言わせていただきました。なんとなくユーストリーム大賞自身しらけているのは自分だけでしょうかね。確かにそれはわかります。正直ももクロですらちょっと投票数が多分去年よりも少ないんじゃないかと思います。もちろん圧倒的に多いのは間違いないんですけど、でもにしてもちょっとね、間が空くなーという感じがするんですよね。ユースト大賞連れてて、本当そうですね。ユースト、じゃなかった、ユーラジ熊本的な言い方になりますね。いつまででしたっけ。こちらは2月6日までということになっております。まだ投票していないという方、今からナベッチアンダーバー MC が送りますんで、こちらにぜひ、投票をしに行っていただければというふうに思っております。もちろん配信終了後でも大丈夫です。下の方に行っていただきますと、このユーストリームをパソコンでご覧の方、下の方に投票方法を載っけてます。で、今のリンクもありますし、5ステップでとにかく投票できるっていうのを分かりやすく書いてありますんで、ぜひそちらを参考の上投票していただければと思います。イグロさん、4票保有中、3票は3番組に投票済み、残り1票の行方を審査中。その1票の行方がこの番組であることを祈るばかりであります。ももクロ票の拡散か。あ、拡散ね。でも拡散にしてもちょっと少なすぎるなという感じがするんですよね。まあとにかく、2月6日まで投票戦、投票戦じゃねえや、投票期間は続きます。サットさん、ももクロパワーも少しだ、うーん、かもしれないですね。左のアイコンの中に出てる小さな SNS アイコンで投票されるんですよね。大臣さん、その通り、その通りです。発表はいつでしたっけ。2月27日金曜日のはずです。はい、つまり、表彰式もその日のはずですだと思います。はい、まあ、例年通りに行けばっていうところですけどもね。さあ、50人ぐらいの皆さんがご覧いただいております。ナベチカーズ3、この番組は熊本のローカルタレント、私渡辺大輔という人間がですね、暇な時間を使っていろんなところをドライブするっていう番組であります。ぜひ皆さんもお付き合いいただければと思います。この後1時までお送りする予定です。さあ、今日の動画が1時間41分24秒ありますんで、そろそろ参りましょう。今日のテーマはこちら、190回目になりました非前シリーズの第3弾、今夜も生でさざまさし、もともと特別な大村湾ということで、あ、マスタミオさん、こんばんは、ようこそお越しくださいました。どうなるんでしょう。本当そうですね、気になりますよね。というわけで今日は今夜も生でさざまさし風な配信をやっていこうというふうに思います。ふたまさん、カーツ3に清き一票、本当そうですね、よろしくお願いしたいと思います。では今日の地図をご覧いただきましょう。こちらです。今日はですね、長崎県の国道206号線、ここを、どんどん北上していくっていうことになるんですね。都議津町交差点からスタートしまして、ハウステンボスのすぐ横を通過、そして佐々中学校前ということなんですが、佐世保市の北隣にあります町なんですけどもね、たまたまそこに行ったんで、今日のタイトルが今夜も生でさざまさしと決まったということなんですね。ここのところをやめた番組が多いように感じます。そしてプロダクションや放送局の番組が多すぎて、個人番組がユーストリームからニコ生に移り、今ツイキャスに行ってしまったようにも、まあそうですね、確かにね、そういう移り変わりはあるなという感じがしますけれども、あ、そうそうそう、地図をお送りするの忘れてました。これ一番大事。注目の番組の一番左にいた、ありがとうございます、嬉しいですね。ミクシーアカでさらに投票し、わー、ありがとうございます。サホミスさんも
開きました。そうミクシーまだね、ね、パスワード忘れそうですけれども、ぜひ思い出したらぜひ投票していただければと思います。さあそれでは参りましょうか。23時10分になりました。ナベチカー2-3、今回はさざ町じゃなかった都議津町交差点からのスタートです。先週の続きということになります。ごゆっくりとどうぞ投票もお願い。長崎県都議津町に来ています。左に行くと長崎市街地、右に曲がります。国道206号線に入ります。下三角で選んでくださいね、アカウントで。その都度選んでいただければ最大4票だろうが5票だろうが早速人によっては投票できるということになります。小バス、キラ、あれ違う、違いますね、残念。今宵は前回の続きってこと、そういうことになりますと思ったら停止せずに行けそうです。ドス黒い一票を入れました。わー嬉しいですね。ドス黒くても一票は一票、ありがとうございます。今日ちょっと出足鈍ってますね。月曜日56人です。実は1回収録したんですけど、師匠さんようこそお越しくださいました。こちらのミスで途中まで消えてしまったんで、まあ、先週に続いてその埋め合わせを行っているところです。はい、いきなり混んでるところへ。そうなんです、あ、混んでるところからスタートしたんですね。大地さん、ミクシーのアカウントがうろ覚えで、しかもパスワードも、あらららららら、思い出したらぜひ投票をよろしくお願いします。アイドルのともにと、あ、アイドルとともに放送局も増えてきた気がします。あ、なるほどね、まあ、放送局は昔からありますよね。ベスト電気来た、よく見てましたね。しばらくはこの片側2車線、なかなかいい道が続くんです。佐世保港は拝めるのかな、ワクワク、どうでしょうかね。タコさん、順調に行けばユースリブ大賞はベスト10じゃないですか。長崎県になって、いや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 、この4車線の道路は、去年かすかにその思いがあって15位だったんですよ。まあそれはそれで大健闘と言えるんですけど、今年もまだね、ちょっとねベスト10入りの確信が持てないんです。なぜかっていうと、あのね、意外に票を伸ばしてるチャンネルがあるんですよ。例えばニュースオプエドって知ってます？去年から始まった番組みたいなんですけど、あの1回ごとにねアーカイブが1000とか2000とかいくんですよ。ちょっとね怖いなーというところあります。対岸の大村線で快速シーサイドライナーで行ったことが、ほー、鍋地さん、自分はドライブ好きだから持っている票は全てこの番組に投票します。うわ嬉しい、ありがとうございます。ついでに拡散もよろしくお願いしたいと思います。長崎の通販会社の社長が子供に交代、そうそうそう、それ来週お送りします。といえば大体どの辺を走るかっていうのは勘のいい方は分かるかもしれません。嬉しいですね。さあ60人までやってまいりました。鍋地下通水、今夜は今夜も生でさざまさし、もともと特別な大村湾ということで、大村湾はちなみに右側の方にありますけれども、たまーに見えて、たまーに見えてぐらいのところです。佐世保59、近海12、投票に楽観は禁物、本当そうだったと思います。余裕ぶっこい、まあ余裕ぶっこことはないですけど、浜崎さんこんばんは、とっても遅くなりました、宣伝ツイ届いているといいのですが、投票一つですが、ありがとうございます、嬉しいですね。ボートピア、ジャパネットの本社を拝みに行ったことが、あ、僕もあります、ね、あ、ここかみたいな、ね、昨年15位とかだと、ね、やっぱ今年は狙いたいよね。でそうなんですよ、サットさんおっしゃる通り狙いたいです。今年こそベスト10圏内に入りたい。衝撃さんこんばんは、ユースト注目の番組トップ、そうらしいですね、はい、日並バイパスに入りました。ナフコにベスト10に入ったら何度目の正直になるんですか？3度目の正直です。その3度目の正直、マックスバリュー、ただね同じ3でもね、2度あることは3度あるっていうこともありますからね、まあ、できればできればっていうか必ず3度目の正直にしたいです。さて今お届けしているのは12月29日収録分です。もう間もなく映像が12月26日収録分に変わります。なぜかっていうと
そこまでスシローに動画が消えてしまったっていうところがあるので、もう間もなく切り替わります。カレンちゃん、ラッスンゴレライナベッチさん、ようこそお越しくださいました。そして途中からご覧の皆さんに地図をお送りします。京橋 TV さんも小バス、本日もお先にお疲れ様でした。お疲れ様でございました。 6008ZZCM さん、こんばんは。3号ファイル破損箇所近隣よりお邪魔します。あ、いや、あ、ってことは北九州からですね。はい、26日に変わりました。ナフコ21スタイル来たそうですね、来ております。このクオリティの高さは評価されるべきだよ。もうどんどん言って、どんどん言って、まあ、と言っても結構ジャコジャコでもそれ言って新しい感じがしますね。というわけで12月26日の映像に戻ってまいりました。70人突破です。路線バスでここも通ったんだ。まあ、この先の高校生の帰宅ラッシュに巻き込まれて30分以上遅れて、乗り継ぎがギリギリでえらい目に。うわ、大変でしたね。タコさん、私は3度目の正直で卒検受かりました。おめでとうございます。よく頑張りました。よく2度目で折れませんでしたね。素敵ですよ。お天気良いね。そうなんです、結構いい天気なんです。あ、友太郎さん、ありがとうございます。リツイートいただきました。はい、動画切り替わりました。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、ラッスンゴレライ最近流行ってるみたいですね、それね。多分1年持たないだろうなあ、持って1年半ぐらいか。一本道、気持ちいいでしょ。そういえば西曽根木半島の大村湾側って走ったことがない。僕も初めてでしたね。ヤクモさん、こんばんは。褒められて伸びるタイプの鍋地。その通りです、その通りです、その通りなんです。今バス停の名前がひらがなで琴の海って書いてありましたね。なんかしこなみたいですね。あきちゃんさん、こんばんは。ようこそお越しくださいました。途中からご覧の皆さんには近海町出身、漏れなく地図をお送りしております。友綱部屋入れてね。また片側一車線になりました。実は来月松浦市と西海市に出張。おー、いいですね。ぜひその予習がてらこちらご覧いただきたいと思います。相変わらずいい声だ。1年持たないどころじゃないよ。ダンソン、どこ行った。もう行ったの。もうどっか行っちゃったの。過去に、あ、まあ、個人差しの名前です。これも本家に習ってね。今夜も生で東方琴の海さざまさし東前頭14枚目みたいなね。長崎県時津町出身。途中からご覧の皆さん、改めましてこんばんは。キャスターのさざまさしです。友綱部屋おせんべいポリポリ。旅出しはちょうどいいじゃないですか。式守伊之助でありますみたいな、ね、収録日は年越し前です。12月26日です。28か。素敵な。30、30、26。26。ゴルフクラブが見えます。どん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 この大村湾岸を北上していくんですけどもね。今回はやばい、面白い、よかった、よかったです。いいお天気、ルンルン。いやいや、琴の海の時点で佐渡型ゲメそうか、その辺全然知らなかったんです。佐渡型ゲメや、ちょっとね、1回目噛みそうになるんです。佐渡型言えない3回目でもダメだ。佐渡型部屋、危なかったね。ちょっと今夜は190回目の加圧釣りです。もうここまで来たんだなって感じがしますね。空が綺麗ですね。綺麗だな。友太郎たん、こんばん、ルンルン、ブーン。北に向かってるんですけども、実はこの辺りで長崎市に入ります。ようこそ長崎市へ。実は長崎市って結構西側からこうね、巻き込む形でその市の面積を広げているんですね。ユーストリーム対象用にミクシーアカ作ったんだ。次に使うのは1年後でしょう。すごい。あ、琴の海のリンクいただきました。ありがとうございます。たまにこうやって内陸に入りながら、そしてまた海辺に出ながらというような感じ。対岸の空港をやったら行ったことあるな、
巻き込む。今日バスに遅れて迎えに来てもらったら、お姉ちゃんがコンテに乗ってきてくれた。コンテってなんだ。テロップよりも紙に書いた方が温かみが感じるのは自分だけでしょ。わかります、すごくよくわかります。とにかく投票方法がわからないという方、またリンクを送りますけれども、左側が県立長崎明誠高校です。今送りました、ナベチアンダーバー MC から重要っていうのを送りましたけども、長崎明誠高校で、そのリンク先でこういうところがあったらば、この下三角のところを押していただいて、で Facebook、Twitter、Mixi、 そして Ustream 全部一個ずつお持ちという方だったらば4票入れられますし、Twitter をさらに2つも3つもアカウント持ってるという方はその数だけまたプラスできるということになっております。現在盛り上がってる番組のサムネがなべちさん、いやー嬉しいな、風呂から出てきちゃったルンルン、よかった、予想外さんやまさこ、あと10回で200回ですな、190回目のおめでとうございますは200回までお預けですね。そうなんですね、そうなんですね、お預け、はい。コンテ行こう、あ、ダイハツムーブコンテ、自分も昔、あ、そうなんですね、なんて話題をトヨペット前でするっていうね。長崎市は奇物な形してます、いびつな形って言いたいのかな、気にする必要がありません。あら、湯上がりルン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 させちゃうぞ、ね、昨日ね、あの三上さんとあやのんから言われてましたね、カレンちゃん新しいポーズをってね、なんかそれにあの勝手にアンチになって、あの YouTube でこれをやれってこう動画上げてるやついますけど、まあそれとは関係なく誰もそこを拾わないっていう、ちょっと面白かったですけど、2本目、健郎さん宣伝すいません、今週の土曜日熊本伝えやミュージックカフェにて広島で活動しておりますメビウスという姉妹デュオとサラサと熊本福岡中学校に小学校、まあ、うん、割と平地の少ないで活動しているバルコニーインストライブします。あ、ぜひ今週土曜日、あと黒木なぎさんもね、そこにまとめて立てた熊本に来ますよ、よくわかる、これはあの三年坂の伝えの方に来ますので、ぜひ土地の灘などアナウンサー泣かせのしこなありましたね。関西 T スペースさん、ただいまこの番組に投票完了しましたよ、ありがとうございます。また右手には嬉しい大村湾、たまに噛まれるとキャッてなるたまに噛まれるとキャッてなるカニもゴルフ場っていうような、アルド RS は噂では AGS 搭載になるが、まだまだシークレットだからけど、オートマ限定の自分でもちょっと高級感なんで、まあカレンちゃんに振り付けの発注が入ってるんです、ぜひ作ってあげてください、時間があれば行ってみてください、ありがとうございます。皆さんもぜひ熊本、今度の土曜日です、今週土曜日24日ぜひお出かけいただきたいと思います。サラサメビウス、63人の皆さんです。ちょっといつもよりかは少ないかな、なんてことを1回目2回目の時は絶対言わなかったですよね。1回目2回目ぐらいの時は10人20人ぐらいで喜んでましたけどもね。今週土曜は熊本行けるかも、蔦屋行ってみようかな、おけんさん素晴らしい、ぜひお越しください。あ、熊本って書いてた、熊本になってたんだ、だから福岡熊本をで活動しているバルコニーか、なるほど、熊本うんぽんって呼んじゃいましたけどねちょっと汚い方向になりそうなんですよねあ、失礼しました、それはまた東京に見たい、三上さんを襲いもとい訪問しないといけんね、カレンちゃん、そうですよ、去年はね確か長期間いましたよね。わあ、スケールアット失敗したかも、合ってますよ、浜崎さん合ってます、他の斜面にドリムゴーさん、ソーラーパネル、私のことは嫌いでもガチスリンのことは幸せす肌、はい失礼しました
一昨日はユーステーションに寄れなかったから再度行きたい。あ、ぜひお待ちしておりますよ。今夜も100人超えますように皆さんぜひ拡散のほどよろしくお願いしたいと思います。いや、乙女だからぐさっときたけど、アンチしてくれるだけまだありがたい。精進精進。よし、次の振り付け考え、ルンルン。にやりいや、いいんですよ、反省の色なくたっていいんですよ。秋頃に発売になるプリウスは、そう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 、今日ヤフーニュースで見てびっくりしました。40ついに行くかって、リッター40の世界ですよ。アクアですら37、まあ、それでもすごいんですけどね。軽自動車でも37っていうのがあるらしいですけどもね。すげえなー、リッター40、夢のような話ですね。ドリームゴーさん、今日そういえばドリームゴーさん、ツイッター連携されてないですね。カンコロ餅、長崎といえばカンコロ餅っていう僕はイメージがあります。動画の中の僕が言った通り、母方の実家が長崎県の五島なんですよ。緑色の餅なんです。たまにごまとか入っててね。海沿いドライブ関連で、自分は石川県出身なのですが、石川県には千里浜渚ドライブウェイという大型観光バスも走れる砂浜があるんです。それ九州で放送されてるどうもっていう番組でね、やってました。それけど、ガソリン車で燃費40いけばすごい、すごいんです。すごい。リッター40ってゲンチャリ並みで、あ、ゲンチャリってそんな行くんだ。最新のアルトは37。あ、だ、そう、そっか、そのアルトと、アクアが張りなんですね。実装は35ぐらいかな。まあそうですね、40と言っててね。理論値といや理論値なんですよね。長崎といえば鳩市ってお菓子。あ、お菓子じゃないんだ。先週末に輸入車ショーに行きましたが、省エネとは別次元輸入車はね。チリハマって、 ありがとうございます。チリハマね。あ、竹をいっぱい積んでますね。積んでましたね。リター40なんか走る車は買ってはいけませんよ、ガソスターやってる人。あ、そうか、そうですね、パサージュ、確かに。ただ今はね、ガソリンがちょっと値下がりしてるんで、フランス料理、まあ、今後また上がるだろうっていう経済アナリストの方の話ですけど、金塊パーキングロット失礼しました。3キロ先です。スーパーカブはリッター105なんだ。カレンちゃん、今急にナベッチさんとバイン取りたい衝動に駆られた。この辺のよかよ、バンバンやっちゃって、バンバンやっちゃって。カレンちゃんの配信している、ね、時々未来はエントリーナンバー001、そしてカー23はそれに続く002であります。ぜひ皆さん投票をよろしくお願いしたいと思います。投票先はこちらで、パソコンからご覧の方、下の方にですね、近海行政センター、投票方法を5ステップにまとめて書いてありますので、ぜひこちらを参考に投票していただければと思います。メビウスはパフュームと同級生なんです。サラサはアコースティックギターとアルトハープのインストデュオの中な珍しいコンビなんです。なかなか珍しいコンビなんですか。プリウスアルファの中古を買おうと思ってた私には強烈なニュープリウスがリッター40キロ、そうですよね、確かに。インサイトで大分まで行った時にはリッター17か。石油の価格もイスラム国次第、そうですね。うちのレボーグも郊外なら15、市街地は9以下。バンバンバイン、実家が預けている MC のワゴン R は17ですが、今はめちゃくちゃ燃費ある。番号がお隣さんなの、欲しい。私はスポーツドリンクを500ml 飲んだら6キロは、おお、それ燃費いいのかな、それなんだ、燃費いいのかしら、それは。飛べない飛行機が飾ってありますね。飛べない飛行機が飾ってありました。飛べない飛行機はただの鉄だ、ただの鉄だなんていう言い方ができるかもしれませんが、同じことを
健郎さん、あ、投票しましたよ、ありがとうございます。嬉しいございます。かんころ餅を画像検索したら画像を見て食べたくなった、ぜひ、通販かなんかでぜひ注文してみてください。それにね、砂糖をまぶしてくるとね、もうたまんないんですよ。ちょっとね、マラソンが終わるまでは食べるのを控えてはいるんですけどね。エスクード燃費悪いけど、乗り続けてほしい。あ、それはあの巣に点々じゃなくて巣に点々の方がいいでしょうね。私的には NSX のハイブリッド車も気になります。最近はやっぱりハイブリッドがやっぱりね主流になってますよね。街中でアクアを見る機会がほんと増えました。ちょっと遠すぎますね。飛行機はアルミ合金の塊です。鉄じゃないよ。あ、そうなんだ、そうなんだ。じゃあ、飛べない飛行機はただのアルミだが正解ですね。なるほど。さあ、どん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 北上していきます。一気に2人増えました。68、なかなか100いかないな、ちょっと厳しいな。行って70代か、行きますか。飲んで飲ばして天国で、行きたくないですね。飲んで飛ばして行ったら多分地獄に落ちると思うんですけどね。その通り、飲んで飛ばして地獄へです。語呂は悪いわね。アクアに囲まれる交差点で止まると、そうそうそう、ありますよね。飲んで飛ばして地獄へというよりも、2,3 回あります。駐車場でアクア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 っていうね、そういうシチュエーション、よし、それに俺も入ろうと思って、ね、アクア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 ってなったことがありますけどね。マインド準備できた、カレンちゃん。合計視聴数400を突破しました。ありがとうございます。iPhone で見ているのですが、通知を何かで受け取ると放送が止まる。ルンルン、あららららら、それは大変な。瞬間で70人は来ました。74、5ぐらいまでは確認しております。黒熊さんもアクア、そうそう、僕もアクアです。観光バスがいます。なんだっけ、なんとかサンシャイン、まあ、とにかく白っぽいやつです。白っぽいやつです。派手なアクアあんまり見なくなった。オレンジたまにでも見ますよ。これから未来がどれぐらい広がりを見せるか気になる。そうですね、かんころ餅ついでに石川県にあんころ餅、あ、それも食べてみたいな。できたでごわすよ。あ、よかったよかった。じゃあどうしようかな、今日のバインはどうする、カレンちゃん。バイン、あ、それこの間やったな。バイン、いいところを取って。まあ燃費には惹かれるけど、プリウスやアクアの走りの鈍さが、自分の美学の外。まあそうだな。でも、確かに実際に乗ってみるとね、そう感じるのも、まあ、分かるっちゃ分かるんですよね。それはしょうがないっちゃしょうがないですよ。さきさん、こんばんは、ようこそ。遅刻しましたとおっしゃってますけど、実は2回分今週に入って、アーカイブツイートしていただいたんで、またこの貢献していただいております。本当にありがとうございます。京橋 TV 終わりの帰宅ですので、音声の未聴取で参加、ありがとうございます。嬉しいですね、異様なテンション。M さんのように通知をオフにするといいのでしょう。 M さんってどの M さんかちょっとわかりませんけど、とは偉い違いですね。バインだけで002が一層入らなかった。あ、残念。じゃあもう一回やろうか。準備 OK、 準備 OK になったらまた言ってね。余談ですが、 S ナビはエントリーナンバー003だそうです。ぜひよろしくお願いしたいと思います。気に入らなければ自分が乗らなければいいだけことだ。まあまあまあね、それはそうなんですけどね。まあ、ちょっとこれを言わせていただいた、これを使うチャンスを与えていただいたということで、お許しいただければと思います。車にはエンジン音がないとな。まあね、アクアの場合特に一番いい時なんてモーター音ですからね。キュイーンって感じですからね。キュイーン。カレンちゃん、また準備できたら言ってくださいね。できづらいな。今日もたくさんの皆さんに駆
き込みいただいておりますので、ありがとうございます。念のためもう一個だけ地図をお送りしましょう。さあ、ユーストリーム大賞の投票期間は2月の6日までです。近いですね。その期間の間にカーツ3の配信は今日を含めて3回あります。その3回でどれだけアピールできるかっていうのはね、本当に僕の勝負どころです。ナベッチっていつ免許取ったんですか？確か20歳になってからだったかな、そのぐらいだったと思います。だから免許を取って11年、もうすぐ12年かということになりますね。行くよって言ってくれたらそこで録画ボタンを押します。わかりました。002の後の米読みの代わり用はグッドモーニングアクアのレーナ姫のよう。あ、レーナ姫ってそんな感じなんだ。テンションが一気に変わるな。ハウステンボスに向かうにはちょうどこの道はいいんですよね。カレンちゃん準備 OK。 じゃあ行くよ。燃費と走りを両立させるなら自分は軽トラの MT 一択。こんな感じなんですね、レーナさんもね。こんな感じですね。地図を見ると今は大村湾から少し離れたエリアを通っているんだな。僕はちょっと離れたエリアを通ってるんだな。お逃げが欲しいんだな。再開始に入りました。6、長いわ。あ、失礼しました。はい、再開始に入ります。ナベチさんありがとう。よかった。明日も時間できそうなのでアーカイブ視聴します。ツイート数が変なことになるかな。いや、それはそれでいいんですよ。最近ちょっと少ないもんで助かってます。ありがとうございます。今日もね、多分サキさんのツイートなかったらね、400切ってると思うんですよ。田島こっそり京橋 TV は022です。022、今002です。2022、0002、テレビ CM も見た覚えがあるんですけどね。最近はぜひ京橋 TV もよろしくお願いしたいと思います。ないですね。長崎バイオパーク、そう、長崎バイオパークっていうね、まあ、水族館があるんですよね。とりあえず免許は取りたいなと思います。行動範囲が広がります。本当にいいですよ。おすすめですよ。熊本のね、自動車学校の CM でうまいこと言うなっていうのがあったんですけど、竹炭のいくらってあるんだ。こんなに気持ちのいい国家資格って他にはないって言うんですよ。あ、うまいなって思いましたね。手と声が違った。そうですね、ある意味難しいですけどね。002、違ってできなくなっちゃった。大変だ。まあ、とにかく、001だろうが002だろうが022だろうが、ここでね、下三角を押していただくと4つ出てきます。でそこで1回1回選び直してとにかく投票していただければ、あなたの投票できる票は1票に限らず2票3票4票と広がっていきます。ぜひそれを駆使して002をメインに投票していただければと思います。よろしくお願いします。あら、今日のナベッチさんおもろいテンションですな。お、カレンちゃんアップ完了。あ、見てみよう。カンコロ餅よりも最近食べて美味しいなと思ったスイーツがある。それは最近出たチョコパイアイス。チョコパイのアイスがあるんだ。きっと関西でいう奈良健康ランドみたいな歌ですね。あ、そうなんだ。それちょっと分かんないな。長崎バイオパーク、最近見る機会がなくなっちゃいましたけどね。スマートドライブでね、ルンルン。長崎バイオパークは小学校の修学旅行で来ました。僕はね、バイオパークと思いきや長崎ペンギン水族館だったんですよね。行きたかったな。あ、カレンちゃんあげてます。ちょっと皆さんにその音声だけでも聞いていただきましょう。002バイオパーク方面電動120号線で長崎バイオパーク。ゼロ1個多くない？
あ、001風だ。あ、オッケー。送迎バスですかね。先ほどすれ違ったでも001じゃないんだ、001っていうんだね。いいな、いいな。チョコパイの抹茶も好き。僕ね、チョコパイはやっぱあのスタンダードのやつが一番好きですね。ハリオの送信所って出てきますかね。出てくるか、多少ちらって見える程度かもしれませんね。お、合計勝数500を突破いたしました。皆さんありがとうございます。そこ本当やっちまった。そうだよね、001って言ってもね。あのこれね、よくあるんですよ。何かって言ったらば、あのよくラジオなんかで電話番号を言うでしょ。例えば通販のコーナーとかで、そうするとね、必ず熊本の場合はあの市外局番が096なんですよ。それをね、096のって言いがちなんですよね。違うんですよ、096。0は英語、9と6は日本語じゃないですか。だから正確には096っていうんじゃなくて096っていうのがふさわしい。住吉本宮って書いてますね。清張の家、総本山、左側でした。すごいでかいですね。エントリーナンバー001から00、これがね間違いです。001から004が視聴している番組だったのがなんとなく嬉しかった。ああいいですね、そんなこと言ってもらえるとなんか配信し妙利につきますね。ユーストリームの投票はエントリーナンバー002。ありがとうございます、浜崎さん、ありがとうございます。大笑い、よかった。00ワンダフォー KD、 001番、そう、なんかこれも間違いですよ。001番 KDD、電話の下げです。001番 KDD。 本当はまあオランダ村の跡地とかじゃないかな。そう、前方見えてまいりました。これ長崎オランダ村の跡地です。結婚式場かな。ハウステンボスの前はオランダ村、これが主流だったんですけども、実は現在は西海市役所、そうなんです、の西市町の総合支所なんだ。すごいなこれ。長崎オランダ村の跡地っていうのは現在は西海市役所の西比総合支所などが入居しています。で、この春にもオランダ村として営業再開の予定とも言われているんです。そう、001ワンダフォー、支所持ってきたとかそんなんだっけ。鍋地さんの声いいな、ありがとうございます。コメントだけの投票じゃ無効票になっちゃうのかな。そうです、無効票です。だからほとんどの人が、その無効になってるほとんどの人がももクロに入れてるだろうなっていう人なんです。つまりももクロの方ではほとんどそういう呼びかけはやってないということですね。今のような書き方で合っていたでしょうか。合っております、合っております。結構佐世保まで33、今里46、オランダ村跡地来た。まあ実はその跡地が跡地でなくなるかもしれない、この春にもということなんですね。そう、ケンさん0120、それが正解。001001、カレンちゃんのバイン31ループまで来ております。43ループ、いいね。そこあれ17に戻った。というわけで皆さんお分かりいただけましたでしょうか。70人前後の皆さんがご覧になっております鍋地下23。今夜は秘前シリーズの第3弾です。今夜も生でさざまさし、もともと特別な大村1をお送りしております。大村1でなります。前には観光バスが走ってますね。昔 JR のオランダ村特急というのでその名を知ったな。ちなみにその車両は今遊ぼーいに使われているのだ。遊ぼーい。わざしさんこんばんみ、今宵は遅れて三条つかむつり走路、ようこそお越しくださいました。地図をお送りします。
イエーイ。よかった、喜んで言わないで。嬉しかばよかば。ユースト大賞の投票はぜひ、上にもあります通りカー23エントリーナンバー002まで、002は間違いか、002までお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。その大きな鍵となるのは、何度も言ってます、もう今日7回目ぐらいかもしれませんけれども、この投票ページにあります下三角、これをとにかく押して、1回ごとに1アカウントごとに選び直して投票してください。下の3つは消してもらって結構です。色がついてる状態じゃなくて灰色の状態でいいです。あとは上のこの下三角でとにかく選び直して4回、まあ4回以上投票できる人は5回でも6回でもいいんですけども、投票してください。あれ、投票うまくいってないかなと思ったそこのあなた、何回でも結構です。最後に投票したのがとにかく行きますので、同じアカウントの場合は、違うアカウントの場合はそれぞれ1票になりますので、不安だなと思ったらもう何回でもとにかく投票してください。1人と2蓋33445566778%99%10等と海の世界で、へー、こういうのんびりとした雰囲気の道路が好きです。癒される、よかった。この番組は癒し番組でもあります。特に0時を過ぎますと、この番組を見ながら寝落ちするっていう方々がだいぶ増えてまいります。なぜか僕の声がいいんですかね、それとも番組がつまんないのかな。後続車はどん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 左に曲がっています。それもあると思いますけども、前のバスは西鉄の観光バスっぽい、その通り。だいぶこの大村湾岸を北上しておりまして、で旧オランダ村跡地、これを過ぎますといよいよ佐世保に向かう、そういった道が近づいてまいります。再開橋っていうのが近づいてまいります。イグロさん寝落ち、丸々人丸々人、ナベツさんの声がいいんです。たまりません。楽天カード、ありがとうございます。カレンちゃんもいいんです。久米さん、国道206号線を走行中、再開し、そうなんです、再開しをまだまだ北上していくんです。で、以前この番組ではその一般道の方で再開橋を通っておりますので、まあ、もう一回通ってもいいんですけれども、せっかくもう一本道路があるんで、この後そっちの方に抜けます。で、その時に予告映像でご覧いただいたあの料金自動収受方式、これの壁に当たるわけです。すれ違ったアクアのドライバーさんは、投票コメントにも書きましたよ、ドリエルいらず鼻にヒゲを蓄えた、ありがとうございます、嬉しいことだ。ちょっとダンディー、ナイスミドルみたいな感じでした。浜崎さん、超癒されます。衝撃さん、鍋っちの声はムムキー、ありがとうございます、嬉しいございますね。一つのアカウントで別の番組を投票するときには注意が必要、そうまた別の番組の方が生きて、前の番組は消えるということになります。ヘッドホンで聞いてるので耳元で独り占めです。身元のおごちそう、ああ、あれか、そうです、まさにその有料道路に乗っかる時の料金所の一場面なんですね。あと、そうだな、10分ぐらいで着くかなと思います。今夜も生でさざまさし、行き先が長崎県の佐世保市の北隣になります、さざ町というところなんですね。なので今夜も生でさざまさしというわけなんです。あ、黒熊さん喜んでいただけたようです。予想外さん、投票してきたよ、ありがとうございます、嬉しいです。
本当に嬉しいです。ありがとうございます。あ、予想外さん、あれだ、ツイッターだけじゃなくて漢字の予想で外っていう、あ、こうなってんだ。これはユーストリームアカウントかな。あ、嬉しいです。ありがとうございます。とにかくね、配信主は何票いただいてもね、安心できないんですよ。これ僕だけじゃないと思います。いや、まだまだ他は強いぞっていう意識が強くて、ま、今のところね、まだ投票期間中なんで、文字でバーッと表すようなことはしないんですけど、口頭で言うならば、まずももクロは間違いないでしょうと。これはもう間違いないですね。で、何週間か前にお届けした配信がもうすでに終了している番組3番組あるんですけども、そのうち2つが出てきました。今メカとグッジョブ TV。 特にグッジョブ TV は勢いがあります。ここもおそらく入ってきます。で、ストラボが入るかなと思ったらば、今回エントリーしてないんです。ちょっとびっくりしました。その分どこが入るかって言ったらば、まずアマチュアスも間違いないでしょう。東園木のアマチュアスが見えました。あと東京女子流が微妙なとこなんですよね。おそらく長崎やっぱり今年もあんまり高架橋が見えたり、エナジーを感じないというかね、いうところもあるんです。受験と一緒ですの。そうですね、ガクブルしてる人、カレンちゃんわかる、すごい気持ちわかる。あとね、まあ福耳間違いないですね。ちょっとした高原が見えたり、でワンボタンの声もそうですね。山が見えたり、ね、もうこれだけでももう5番組ほぼ間違いないと思います。じゃああと何が入るか。去年12位だったユーストトゥデイもかなりチャンスはあるし、去年11位だった、あれなんて言ったっけ、カノンの部屋だったっけっていうところも、うん、今年もエントリーしてますからあり得るんですよね。読み上げ環境で投票が十分できました。サイト制作者に感謝です。投票は002ですよ。すごいですよね、本当に。視覚障害をお持ちでいらっしゃるんですけど、音声読み上げソフトを使ってそれを駆使して投票していただいてるんですよ。本当にありがたいです。この辺りいい景色、そうですね、ずっと大村湾が見えるんです。いい景色です。さあ、ベスト10圏内に2-3は入れるか。そしてさっき言ってたニュースオプエドっていうところも結構検討してるんですよね。離席してました。再び着席、お帰りなさい。あ、そうそう、アキッチン、アキッチン もう間違いないですね。枝を削ぎ落としてる。これで6つ確定です。あと4つに入れるかどうか。コムカエバイパス、ここは無料区間です。一瞬80人乗っかりましたね。そのまんま100いけ、100。7つは少なくとも確定なんですよ。他何が入るか。カーツ3、アキッチン、アマチュアスは間違い、そうかな、カーツ3入るかな。まだこっち手元でね、集計してみてもね、まだまだ他に負けてるんですよ。あと意外に多くてびっくりしたのが、東屋なんとかテレビジョンっていうところ、着物屋さんの配信なんだそうですけど、それがね、意外に、まあ配信中だからっていうのもあるんでしょうけど、伸びてたんですよね。ちょっとびっくりしました。嘘って思います。和田氏さん、投票3票行ってきた。わー、ありがとうございます。嬉しいです。同じく離席してたので、再び着席です。あ、さふみさん、お帰りなさい。ようこそお越しくださいました。この先202、念のため地図を改めて、クレーン車来た、よく見てました。76人です。大橋は通ったことがあるんで、西海橋は通ったことがあるんで、ここを右に曲がって有料道路で抜けてみましょう。そう、着物屋さんの配信、東屋、全部ひらがなで書いてある、東屋なんとかテレビジョンっていう、土曜日の夜だったかなに配信してます。3本目、ユースト大賞投票してきました。4票入れました。うわー、嬉しい、ありがとうございます。
ます。さきさんも本当にツイートもねそうだし、投票も4票もいただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。シリーズもうこういう方々がいてくれるからこそ成り立ってます。なんとかねそういう方々 の期待にも応えられるように、もっと僕も投票をいろんな人に依頼して頑張っていこうと思います。でさっきから言ってたそのニュースオプエドっていうのもね、すごくダークホースだと思うんですよ。ちくまさんもおっしゃってるそのまさかのダークホース、まさにねあり得るんですよ。怖いんだ。出口調査的なものはないしね、もしかしてあります。あるとすればずっとそのユースト大賞の投票ページをずっと起きてる間ずっと開いておくっていうのがまさにその出口調査に当たるものなんですよね。それ見てるとね、もちろんモモクロが一番多いのは分かってるんですけど、でその次に多いのがモモクロのに投票したであろう無効票が多いんですよ。でその他のチャンネルがポツンポツンポツンとあるというような感じで、いや怖いな。この1週間は超余裕って言葉をイライラしながら聞きましたが、この番組は全然余裕がないですからね。皆さんに投票してもそうです。投票なければとにかくもう潰れちゃいます。フルブースト加速で140キロまで加速で、620メートル。動画には入ってませんが、右側に再開橋があります。新再開橋です。佐世保市に入ります。佐世保市に入りました。ハリオの電波塔見えるかな。ちょっと見えないか、この角度だと。ああ本当だ、投票いただいてるわ。ありがとうございます。嬉しいですね。無効票、あれは心が痛い。せっかくの件、そうです、そうなんです。ただきっと呼びかけてないんですよね。まあ呼びかけなくても余裕があるんでしょうね、あちらの方は。王者の余裕といえばそれまでかもしれませんね。さあ佐世保市に入りました。制限速度は確か 60? もっとあるか、70ぐらいか、60ですね。この辺はね、今年も入れたところがアカウントギリギリでした。おお、ギリギリだったんだ。さあそして九段の料金所です。ちょっと音声を落とします。結構寄せたんですよ。200円ですね。投げ入れました。というわけで投げ入れた、もうお賽銭かというぐらいね、もう寄せたつもりなんだけど、結構ね投げないとね届かないんですよね。サットさん、投票の途中経過とかって調べられるの？タイヤが傷つくし、すごく地道な作業ですけど、ユースト対象の投票ページをとにかくずーっと開いたまんまにしておくっていうのがその方法の一つです。でつい最近までユースツイートでもその動向を終えるかなと思ってたんですけども、途中からもうカットされてます、遮断されてます。先週の木曜日か金曜日ぐらいのところからカットされてます。当然ですよね、そこが一番多くなるはずですから。お賽銭ぽい、そうです。ルンルン本部さん、ね、カレンちゃん、ルンルン本部さんのアカウントもあるんだ。そう、投げ銭チャリーンって料金踏み出す、じゃじゃじゃ踏み倒したな、踏み倒したな。15位以上で記録更新です。まあそうです、去年が15位だったんで14位以上になれば記録更新です。どうなるかな。ETC 未対応の料金、そうです、保険が保有のところなもんでね。ツイッター票だけならエントリーナンバー、ユーストアカで3票目、すごい、ユーストアカだけで3票持ってる。長崎県佐世保市を走行中です。この後はいよいよハウステンボスの横を通過していきます。0時をお知らせしました。
ハウステンボスの裏側を通るんですね。その通り、その通りです。拍手打ちたくなる。ありがとうございます。嬉しいですね。あ、ツイッター、あ、そういうことか。ツイッターとミクシーとユースト、ハウステンボスの横を通っていきたいと思います。ですね。投票コメントの欄にみんなでハッシュタグつけるとか。ああ、そうですね。それも手がありますね。あとはまあツイッターだけであればハッシュタグユーストリーム対象で追うこともできます。あとヤフージャパンのリアルタイム検索、これでもある程度は追えます。ただフェイスブックが出てきたことないんですよね、あそこにね。昔の冷や水有料道路もこの方式だったな、不評だったのか、今は係員が収集する方式に戻ります。そうそう、あれさっきのね、料金所あったでしょ。僕が今回通ったところ、右側のレーンは確かに自動収集なんですけど、左側のレーンは係員がいらっしゃるんです。だからこの3日後に行った時には左に行ってみたらば、あ、係員いた、ラッキーと思ってそっちに行きました。もう今後多分もしここ通ることあったら左側に行くでしょうね。係員さんに行きます。タイムラグチェックは27秒だった。南光さんは20秒遅れ。右側がそのハウステンボスです。何やら家を作ってますね。この歩道のところにね、花壇がずっと続いてるっていうのがなんともいいですよね。あ、間違った。はい、ルンルン隊のアカウントです。ナベッチさんも、はい、ルンルン。じゃあ23番は空いてるかな。 Google プラスアカウントも対応していれば。そうですよね。でも最近 Google プラスは増えてるのかな。ハウステンボスには実は JRA の施設もあります。ハウステンボス行った直後に観覧車ができたんだったかな。まあそれ辛いな。700突破しました。ありがとうございます。何でもヒルズ付けには高級感が出ると思ってるんでしょうかね。左側なんとかヒルズ、テンボスヒルズだったっけ。すごいな、このしかし花壇の長さ。あ、そして見えてきました、これがハウステンボス。りょうくんさんもいただいてます。ありがとうございます。この時間結構投票いただいてます。ホテルですね。本当嬉しいです。皆さんの期待に応えられるようにホテルオークラ、なんとか今年こそ3度目の正直で行きたいですね。いや、行きます、行きたいって言っててもどうしようもないんで行きます。あ、ゆうやさんありがとうございました。いい人がいれば奮発して大倉ホテル取れます。そうです、45なら空いてます。あ、45行こうか。結構大所帯すごいね。ルンルン本部、ミクシーのりょうくんでも投票ありがとうございます。たくおさん、あ、その人だったんだ、さっき見たの。ありがとうございます。ハウステンボスはできた年に行ったな。ところどころ工事中だった。でその後ちょっとね、一旦経営が傾いて、でも今は持ち直してますね。日本を代表する観光地の一つとなりました。こんなに日本の端っこの方なのにね、それでもやっぱお客さんがいっぱい来るっていうのはすごいですよね。ハウステンボスフリーゾーンに去年行った時にアジサイが綺麗でした。鉄塔来た。あ、よく見てましたね。本当だ、鉄塔のあの方がいらっしゃらない。そういえばカーツ3のクオリティの高さはピカイチだと思ってます。嬉しいございます。ありがとうございます。嬉しいですね。でもね、あのユーストリーム大賞っていうのは一番面白い、2014年一番面白いユーストリーム番組を決めるっていうのが主眼なんです。タイムラウンドシグナル、どんだけもしクオリティが高かろうが面白くなければ投票していただけないっていうところで、僕もちょっとね、不安なんですよ。定期ツイートの URL を短縮しないとダメみたいです。また設定し直しますね。あんまり無理しないでいいですよ。大丈夫ですよ。結果はどうあれ楽しい番組であることには変わりない。変わらず突き進んでくださいね。応援者第一座、ありがとうございます。嬉しいございます。そんなもう、これアキッチンだったら泣いてるよ、本当に。佐世保市街地方面に、もうそんな嬉しいこと言われたら泣いちゃうみたいな。俺がもしアキッチンだったら泣いてますよ、今の言葉は。職員旅行でおじさん2人と3人でハウステンボスの観覧車乗る。
大変でしたね。国道からお別れします。国道205号線にはお別れです。一旦入ったんですけどもね、すぐお別れです。70人割ってしまいました。 Facebook や Mixi のアカウントを複数作るのは面倒だけど、 Twitter アカウントを鬼のように作ればもっと支援できるのに。まさにそれね、あのニュースオプエドのメインキャスターの方がおっしゃってました。まあこれはあの公職選挙法なんかが絡んでくるような、そういった選挙ではないんで、確かにそれやればいいんですけどね。まあそれで結局はだからユーストリームさん側も盛り上がることがとにかく主眼に置いてらっしゃいますんで、泣かしたかったのに。248号線に、じゃあ同じセリフをねアキッチンに言ってみて、すっごく喜ぶから。 LINE のアカウントも取り込めたら、そうですね、 LINE バイパスに入って、でも、まあ、方式が全然違うもんな、まあ、それでも取り込めたらすごいことになるでしょうね。特に若い子たちに波及できるでしょうね。まあ、まだ通ったことない道を、そうです、佐治方面ですというわけです。あ、早期だ、早期方面。でその後はこの番組でも2回ほど走りましたけれども、佐世保の中心部方面に向かいます。大村線って書いてますね。左側は大村線です。まあ簡単に言うと長崎と佐世保を結ぶラインです。収録日は12月26日金曜日です。ちゃんと JR 結んであるんですか、ね、廃棄だ、ごめんなさい、廃棄、早期でもねえわ、廃棄だそう、あのこれ読み方があの違うからちょっと覚えとかなくっちゃと思ったんですけど、すっかり忘れてますね。 Facebook は特定されると怖いんだよな。そうそう、それでねちょっとあの投票お願いした人の中からね、なかなかあの踏み切っていただけないっていうこともあるんですよね。廃棄です、ありがとうございます。早いに壱岐対馬の木で廃棄、なかなか読めないですよね。最初先って読んで、その後早期って読んで廃棄なんですよ。宣伝して応援したいので頑張ります。できることで応援する、 M さんと約束した人なので。早期そば、そうそうそう、それをちょっと思い出しちゃったんですよ。テンボス絡みですが、愛知県蒲郡市、 JR 東海、トヨタ自動車などが出資したラグーナ蒲郡が HIS およびハウステンボスが設立した新会社ラグーナテンボスで譲渡された。へー、ハウステンボスもだからそうやって支援される側から支援する側に移行できたっていうのはすごいことですよね。そういえば今大阪城で開催中の 3D マッピングのイベントはハウステンボスがプロデュースしてる。へー、会社のホームページにリンクしている Facebook アカが使えることを今気づきました。これはラッキー、すごいな。え、呼びました、あ、そうだ、サキさんねそうだった、はい、平瀬佐世保線です。 JR、早期駅って建て替え中でしたっけ。あー、ちょっと見てないな。イエローハットを卒業しております。ハウステンボス行った時に見えた川みたいなところ、実は海だったという、そうそうそう、大村湾ね、大村湾ですよ。この青看板は何が言いたかったんでしょうか。これね、左側が隠してあります。今後できるバイパスか。ここですね。あ、じゃあこっちだ。ここ左に、ここに新しい道ができるみたいです。その横に大きな鳥居。その奥にクレーン、早期ガス。ユースト大賞に左右されない視点の番組作りを期待します。ユーストアジアの姿勢にはいささか、疑念があるので、たかがイベントの一つで大騒ぎすることのない、ないのにと感じています。なるほどね。
教えてください。今放送中のアドレスを書いても大丈夫ですよ。どうぞ。バイパスできるんだ。地味な青缶だった。そういうことか。そうなんです。こうね、右側がおそらくこの先150メートルとか多分あるんでしょう、ね、でそこでこう右に曲がるような、なんかバイパス見えたものができるんでしょうな。衝撃さん、ありがとうございました。今夜もまた寒くなるっていう話なんで、ぜひ暖かくしてお休みください。悪い見本がここにいます前回ね、ぎっくり腰やった時もね、 RKK のアトリウムだったんですけど、急に寒い日だったんですけどね、もちろんアトリウムがそんなに寒いってわけじゃないんですけど、急に立とうと思ったらね、魔女の一撃ピチーン来まして動けなくなるんですよ。今回はね、そういういわゆるピキン的なことはなかったんですけど、違和感っていうところからなんですね。どうせできレース大賞、絵の中、変の中ですね、バスの中に絵が飾られてる風に、ギャラリーバスっていうのがあるみたいなんですけどね、その意味がよくわかりません。リンガハット来た、ジョイフルと思いきやリンガハットとガッサー来た、排気っていうんですね、排気液右側です。駅の建て替えが合っていたんですかね。あ、建て替えが合ってるって今言いましたね。駅舎とその横に、おそらく前の駅があったであろう場所に建て替えのようです。南光さん、お見事。幕が張ってあって、おそらく取り壊ししてたんでしょうかね。今もしてるんでしょう。でそれを整地して整えてっていうような作業が行われているものかと思われます。今日の秋田の最低気温は氷点下7度。うわー、衝撃さん大丈夫ですか。長崎の県道222号線、風邪ひかないようにお気をつけになって、佐世保市街地方面に向けて暖かくしてお休みになってください。ありがとうございました。まだかかってんだ、早期駅の建て替え。あ、そんな前からやってんだ。そしたら調べてみると、早期駅は去年の10月に新氷上駅舎がオープンしたようですよ。車両基地もできて、だいぶ様変わり。T ゾーンになるんで、 P ゾーン、パチンコのことですね。根本的なことを言えば、ユーストリームで番組を探すのに探しにくいのですよ。外国の番組とかずっと続いて、国内の細々と配信している番組が探しにくいからね、もっと考えてほしいですよ。まあね、そうですね。それを探すのにツイート数で探すっていう概念を持ち出したのが、まあユーストツイートだったりするわけですけどね。202号線に合流です。202号線に吸い込まれます。ここは以前まさにこの方角、はい、ここからしばらくは以前にも走ったことのあるルートでお届けしてまいります。みんなバッグをスーツケースを持った親子がいらっしゃいましたね。師匠さん、ありがとうございました。おやすみなさい。師匠さんもね、風邪ひかないように暖かくしてお休みいただきたいと思います。ありがとうございました。本当はね、こういうタイトルで今夜も生でさざまさしって言ってやってるんで、はがきでも募集すればよかったかななんてちょっと後悔してるとこなんですけどね。まあはがきでなくても、例えばメールを募集して、でこうはがきっぽくね、こうやって持って、熊本県のなんとかさん、いつも生さだ楽しく拝見してます、ありがとうございますとか言いながらね、やればよかったななんて思うところもあってたりしてなかったりして、その指導テロップかなりシュールでいいですね。これ本家 NHK の今夜も生でさだまさしの完全なるパクリです。それを今日はこのタイトルなんでやっております。左側はそうです、川です。
さだまさしさんが月に1回、多分最終日曜日といったらほぼ当たってると思いますけども、最終土曜日か、最終土曜日の深夜に今夜も生でさだまさしっていう番組やってるんですよ。もうほぼほぼラジオなんですよ。だけどやってることはラジオなんだけどテレビなんですよ。生放送で全国各地回りながらやってるんですけどもね、あのね、ユーストリームってね、あの番組っぽくやればうまくいくんですよ。ちょうどユーストトゥデイがかなり近いんですよね。ちょっと前 の野田さんも出てた頃のユーストトゥデイってあんな感じなんですよ。意外とここから生さだと近いんですよね。 T ゾーン、アドデンシド、豊村か、懐かしい。トータロさんもありがとうございました。風邪ひかないようにお気をつけになってお休みください。青看板に佐賀の文字がそうなんですよね。ちょっとおかしなことになってますが、なぜかっていうと、あの西九州道があるからなんですね。だから左に行けば佐賀に行けるんです。正解。佐世保名物渋滞にこの後またハマりそうです。そしてジャパネット高田の本社がこの後右側に見えてきます。ただこれ収録日が去年の12月なんですけど、1月16日以降新しい社長が誕生しております。高田明さんの息子さんなんですけども、それを、まあ、交代を機にロゴマークが変わってます。イオン大東北、青ラインの西肥バスが頻繁に通るな。もう少し行くと、ヒューバイパス中央の交差点進行方向右に行くと、そうジャパネット本社ですね。確かカーディーラーエネオスやね、レクサスだかなんだかの交差点を右に曲がったところですね。吉木来た。でそのちょっと手前側からはですね、ジャパネットスタジオ242が見えます。新平さんこんばんは。今日は佐世保、そうです佐世保です。佐世保を走っております。地図をお送りします。どうぞ。なおも66人の方がご覧になってますね。ナベチカ23190回目の今夜は肥前シリーズの第3弾です。今夜も生でさざまさし、もともと特別な大村湾をテーマにお送りしております。渋滞にはまり始めました。ユーストトゥデイも以前はもっと泥臭いというか、会議用の長机にマイクを置いてみたいな、そうでしたね。連会議室に移ってちょっと雰囲気が変わりました。この道を一昨日通りました。ジャパネットのロゴ、私も気づきましたでしょ。そうちょっとスタイリッシュな感じになりました。もう一本あればね、その一番です。ちょっと分かりにくいと思いますが、右側にジャパネットスタジオ242と書かれた看板が見えます。今回は横通らないんですよ。でもう一回通ってますからね。ルンルー隊本部ルンちゃんからフォローされました。ありがとうございます。あのベンチは CLS、 これがジャパネットスタジオ242、見えますか右側、青い看板の右上に旧ロゴですね。今年その高田社長はいよいよ社長職を辞め、そしてテレビの出演もショッピングの出演も辞めるという話なんで、寂しいですね。新しい社長に交代してます。ですから言うなれば高田明さん前社長は今平ということです。交差点すれ違った車はエンストしたんでしょうか。なんだかんっていうような表情の60代ぐらいの、いや60手前のおじさんの姿が見られました。この小高い丘を登っていきまして、ニトリがあって、そうその辺ですね。次の交差点右で
ジャパネットの本社です。ちっちゃくジャパネットのロゴが見えた。そう、これがね、もうロゴ、古いロゴになっちゃいました。ゼビウスさん、こんばんは、ようこそ。なんと長く日本列島っぽいロゴ見えました。前の車汚れてますね。ベンツに向かって言う言葉じゃないですね。ジャーパネット、ジャーパネ、ふわふわ。有名のジャパネット、ジャパネット高田、本社は右側です。アスバルだ。旧バイパス中央。アスバル。ここ右でジャパネットの本社です。エディオン来た。前社長は平なんですか？会長とか、そうないんです。いわゆるそういう役職とか役員とかにはつかないんだそうです。ただね、なんか個人事務所を設立したらしくて、ひょっとしたら今後ね、通販は1年以内に出なくなるかもしれないんですけど、それ以外のいわゆる、例えばですよ、わかんないですよ、わかんないけど、今の林先生みたいな感じでいろんなテレビとかに出まくるんじゃないかなって、まあそれだと嬉しいなっていう個人的な願望も含めつつ思ってるんですけどね。いろんなところで再現を誘おうと思ってね、こうコント番組とかに呼ばれて198,000円とか言いながら、これしかも金利手数料はどころか負担しますみたいな、そういったところまでさせるんじゃないかな。ただね、でももう60過ぎてますからね、めっちゃ若く感じますけど、やばい、ふわふわ言ってきちゃった、息ぴったりだった。ジャパネット、ジャパネット、ふわふわ、夢のジャパネット、タカタ。ジャパネット、ジャパネット、ふわふわ。言っちゃうよね。親が築いた会社を継ぐというのはどういう感覚なんだろうな。相当なプレッシャーあると思いますよ。特にジャパネットの場合はみんなが注目してるじゃないですか。しかも通販会社だからすごく目立ちやすいでしょ。ここで大ボケしたら本当立場ないですよね。佐世保市比喩支所、色物専門のタレントになりそうな前社長。でも経営学としてもね、しっかりとしたものを持ってらっしゃいますから、ここまで大きくしたわけで、高田前社長は今でしょうに続くのか、僕はそうなるんじゃないかなって。今のテレビ業界見てたらば、そりゃ欲しいもん。441-222番お急ぎください。車の汚れは心の乱れ、いや俺も結構汚れてんの。ジャパネット本社見に行った時は比喩駅から歩いた。よく頑張りましたね。やらさないでやっちゃう。佐世保市街やっちゃう。ジャパネット、ジャパネット、ふわふわ、はい、私も言います、やっぱり知ってるんです。あれ言っちゃいますよね、楽しいもん。コメンテーターとしていろいろ、そうそうそう、それもあり得る。ジャパネットって一回ね、個人情報漏洩っていうこともあったわけですよ。そこからひょっとしたら今後いろんな企業で個人情報の漏洩が出てきたときに、コメンテーターとしてこうね、なんかコメントすることもあるかもしれない。ジャパネットの場合はね、それが個人情報が流出したときにピターッとテレビショッピングなんかもフィラー映像に切り替えてやめたんですよ。でしばらくしてから再開したんですけどね。今日も休みだし車きれいにしよう。もういいですね。ただ熊本雨なんですよ、今日明日明後日ぐらいまで。やっちゃえやっちゃえ。ないんや、もう行くなら早く行けよ。たまにこういう人いるんですよ。あ、そうだ、雨やった、やめとこう。子供に継がすより実績のある部下に譲った方がいいと思うんだけどな。それは実力を伴ってるならいいでしょう、うん、まあいわゆる武者修行っていうのを、この新社長もされてるそうなんで、まあもちろんね、高田明さんとはまた違った視点で
新しい発想でやってくれるとは思いますけどもね。まあどうなるかは3ヶ月4ヶ月ぐらいじゃ分かんないと思うんで、2年3年長いスパンで見ていきましょう。お前は行けよと思い出した。あれ確か国道3号の時ですね。お前は行けよ、行けるだろうが。そういえばスタップ細胞ありますとか言ってた おぼかたさんもテレビ進出なんて噂があるが、彼女はずっと研究者、うん、そうですね、ちょっとテレビも祭り上げちゃったところありますよね。理系上とかって言ってね。それはあるな。またこれやったら怒られるかもしれませんけど、少子化問題、高齢者、我が県のみならずなんて人も、まあマスコミが本当にガンガン取り上げて、でワイプをバンバン入れて笑うのを我慢してるところを撮ってなんていうのもあるんですよね。呼んだアホ女、いやいや、呼んアホ女としては呼びませんよ。だからそういう功罪はありますよね、目立つだけにね。起訴された人たち、サセボサセボ、北サセボ、東サセボ、西サセボ、武蔵サセボ、中サセボ、浦和、浦和じゃねえ、佐世保は7つも駅はない。へい、凡庸な子息に継がすより有能な社員を登用して創業者一族を守らせて成功したのが住友や三井のコンツェルン。ああ、元財閥ですね。マスコミはやたら何々女と付けたがりますね。歌かわいい、狙い撃ち、切待ちなんでしょうね。リケジョの発端はもしかしたらカープ女子とか山ガールとか、ああなるほどね。でももっと前にありそうだけどな、丸々女子、まあ肉食系女子とかね、そういうのもあるし。おそおそこっそりこんばんはです、ヤンタさんこんばんは、ようこそお越しくださいました。地図をお送りします。もう左側ちょうど鍋地下鉄3190回目を迎えました。非前シリーズの第3弾、今夜も生でさざまさし、もともと特別な大村湾をお送りしております。あ、そう、てっちゃんの皆さん、この後いいタイミングで列車が通ります。潮見交差点から片側3車線になります。熊本駅前とはえらい違いです。佐世保駅、発展してるよねこの辺。非常に整備された気持ちのいい街並みになっています。当ての外れた広いんですよね、道路が。割烹着業界、まあそうですね。左側が佐世保駅です。右側にバスターミナルがあります。さきさん、右側には教会。その通り、アルカス佐世保、左側です。アルカス佐世保前、大きい建物が多い。そう、熊本駅前とはえらい違いです。ですね、今回も鉄道界、まあ一部分ですけどね。東横行きたな。おーい、何やってんの。ここにはアーケード街。そう、まっすぐ行きたいところなんですよね。いいタイミングで列車って MR のこと。南光さん、その通り。この町の交差点を過ぎます。可愛すぎる系女子カレンちゃん、もうルンルンしちゃうぞ。さっき西鉄高速バスがバスターミナルへ入っていったのよく見てましたね。さあ間もなく来ますよ。前方に高架が見えてきます。水前寺みたい。あー確かにね、街並み的には似てるっちゃ似てます。佐世保に路面電車は通ってないんでしょうか。通ってはおりません、現状。前方注目です。あの青い高架線のところかな、
ふわふわ。これが松浦鉄道でしたかね。確かね。MR ってやつ。ああ、ちょうど通った。グッタイミングですね。珍しいですね。昔親父臭い女の子おじギャルとか言ってなんか、ああ、なんかありましたね。あったあった。たまにはこんなことがあるんですね。あと汚いギャルのことをおギャルって言ったりとかね。アルカス佐世保とアベノハルカスが紛らわしい。あ、近い近い。鉄道ファンの皆さんもちょっと喜んでいただけたんじゃないでしょうか。前方奥に見える白い建物が佐世保市役所です。時和町交差点で一旦停止。通ったね。最高のタイミングで抜けていきました。過去2回は気づきませんでした。 KTN テレビ長崎の佐世保支局ですかね。看板を見て気づきました。18銀行の左上のところですね。で、情報カメラっぽいのもあります。テレビ長崎の佐世保支局が入ってるようです。親父ギャル懐かしい。あ、天下目っぽいのが置いてありますね。それが今はもう西九州道があるんでいいんですけど、松浦町の交差点を通過、全部この道路に車がやってくるんで、それはやっぱ渋滞するよねっていう感じですね。ローカル線の電車かな。そうです。佐世保ってやっぱり佐世保重工業と、三菱重工業を連想してしまう。西九州道は今回通りません。収録の際は使いましたけどね。白い高いビルが佐世保市役所です。あ、 MR がナイスタイミングできた。私可愛いとか言われたら沸騰して脳みそがカップラーメンになるんるんカップラーメンになるんだ。おもろい。佐世保市役所左側です。この佐世保市役所前で終了し、204号終了です。号線に入ります。あ、じゃあ、35号が終わりで204号に入ったんですね。2-3でお届けしました。佐世保バーガー、そうですね。佐世保といえばやっぱりそれを想像する方も多いでしょうね。動画はあと20分ぐらいだったかな。12月26日金曜日に収録しております。ナベチカーズン3非前シリーズの第3弾です。食べちゃいたいぐらい可愛い。黒熊さん、そんなに褒めてええんですか。正気ですか。バイ剣道小林。ちょっとホトチンコスープさん。誰がホトチンコスープやねん。 PC 熱暴走で35分ほど。あ、大丈夫でしたか井黒さん。珍しいですね、この冬場に熱暴走っていうのもね。ケンさん、ほんと水前寺の街並みに似てる。市電あったらもうわからん。あー、まあ確かにさっきの6車線のとこはね、結構似てますよね。代々木ゼミナール、佐世保にもあったとは。まあ当然並行ということになりますけどね。熊本駅前校も並行になります。そうだ、そこもあと1ヶ月ちょっとで並行ですよね。国内5、6カ所ぐらいしか残らないと。佐世保のグルメといえば佐世保バーガーもそうだが、レモンステーキ、レモンステーキ、それちょっと知らなかった。九州の人間ですが知りませんでした。レモンステーキ初耳これ使おうか。これいいな。初め、わ、それ知らなかった。初耳これ本家では、まあ、言ってもいいけどね。暖房の効かせすぎが原因気持ちはわかる。あの、寒すぎても動かないんですよ、うまいこと。だからね、この番組始めてから、特にこの冬はそうなんですけど、僕が帰ってくるのが10時ぐらいなんですよ。10時ちょっと過ぎるんですよ。そういう時もあるんで、ちょっと前から暖房をつけておいて、でパソコンもあまり冷えすぎないようにっていうんでこうやってるんですよね。
なんてこった、だだ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 だ、ありがとうなの、だだだだだるるるるるだだだだだだだ、初耳、大爆笑ですね。よかったよかった、いいな。福耳、初耳以外にあと何があるかな、耳がつくやつ、パンの耳いらないわ、それいらない、それいらない、言う方が恥ずかしくなります。初耳ぐらいにとどめておきましょう。一応俺もローカルタレントなんで。まあ別にそれは関係ねえか。佐世保というと自分は、アメリカ海軍と海事海保ですね。久保光郎さんの漫画特急の主人公の、へえ、あ、ねみみにみず字余り。調べてみるとレモンステーキはレモン風味の醤油ベースのソースで食べるステーキ、へー、日吉ミミ。それ使えるところが限定されてきますよね。今夜も生でさざまさし、現在配信中です。食いたい。ミッキー、ミニ、ミニ。青看板見えてきました。以前この番組でご紹介した国道498号線ですね。マロダンさんこんばんは。カラオケの箱は鐘楼流しの私がやってまいりました。今日でもあなたの面影が、彼女がいたような気がするな。昔行った時にトルコライス食べたな。あっとさせば、おお、いいですね。瀬戸越町交差点です。右に曲がりますと国道498号線、以前お送りしたルートです。寒いっていうと間髪入れずにサムソンティーチャーって言ってくる友人がいます。本当何の報告だ。右に行きますと498号線、そしてようやく498号線抜けまして、初めてお届けするルートです。はい、初めてお届けする区間です。吹きがする。ここで仕掛けルンルン、カエルひょこひょこ、みひょこひょこ、4ひょこ、5ひょこ、6ひょこひょこ、7ひょこ、8ひょこ、9ひょこ、10ひょこ、やめろ、いやいやいや、やる楽しみがあるじゃないか、カレンちゃん、いいじゃないか。さらに204号線を気がす、松浦、平戸方面に進んでいきます。すごい、どうした、そうだ、まだマロダンさんに地図をお配りしなかった。はよそれせいちゅう話。マックミニー、マックミニー、あ、ちょっと近いな、マックミニー、ちょっと小さめにやるだけ。たまにね、マコさんこの番組見てくださってるそうなんですよ。もしかして今日見てたらね、突然明日あたり RKK 行った時に言われるでしょうね。ナベッチ見てたよ。え、何がですか。初耳やってたでしょう。めっちゃ恥ずかしいです。あれすごいねとかってたまに言っていただくことがあるんですよ。ありがたいですね。ぜひね、今年は何としてもね、まあ、福耳はもうまず行くのは間違いないんで、ね、東京でお会いしたいですね。そういや宮崎と鹿児島に新規開業の道の駅できてましたね。この番組でやった往復沿いですが、あ、え、宮崎と鹿児島、え、またできたんだ。ちょっとその情報は仕入れてなかったな。
平戸のカスドースっていうお菓子を食べてみたい。平戸、来週です。頑張ればカーツースリーもいける。カーツースリー。そう、カレンちゃんね、こういう感じで言ってくれるんですよ。この番組のタイトル、カーツースリーとかって言ってくれるんです。明日福耳ラジオが文化放送で、あ、そうそうそう、大竹誠さんの番組において紹介されるらしいですね。で、なんでも真子さんも出演されると。もうすでに、あれ収録だったっけ、なんかもう出演したんだっけ、なんかそんな感じですよね。498号線と分岐して、ちょっとさて途中からお越しの皆様方、現在減りましたね。我がナベチカー通信はユーストリーム大賞にエントリーしております。ぜひ今お配りした重要というところ、ユーストリーム大賞2014カーツ3投票ページからぜひ皆さんの1票と言わず2票3票4票をいただきたい。キーポイントはこの下三角、とにかく1票ごとにこのアカウントを下三角で選び直す、これがミソです。ぜひそれをしていただいて、1票と言わず2票3票4票投票をしていただきたいというふうに思います。初耳のリズムでカーツー、あ、カーツースリー苦しい苦しいよ。生なんだ。あ、それは面白いですね。ということは当然一スタではないですね。電話出演でしょうね。佐世保の市街地からどんどん離れていってるんですけども、209の鹿屋と片側に車線が続いています。快適でいいですね。まだ行ってはいないけど分かります。北方218、北が、あ、できたんだ、北方できたんだ。へえ、北方、そうか、あ、それも知らんかったな。ちょっと後で見てみましょうかね。ありがとうございます。ニスタを使うそうで、あ、ニスタ、なんでイグロさんがニスタ知ってんだ。平戸のカスドースを画像検索すると奈良とかで売っている、黄身っていうのかなに酷似しているな。だ、全国的に回転焼きって呼ばれるものは熊本地区と鹿児島地区では宝楽饅頭なんですよ。しかも今メイって書いてありますよ。あ、そう、さっきねすれ違った黄色い車、電光掲示板でメイって書いてありましたね。メイって書いてあった、そう、電光掲示板でメイって書いてあったんです。あれでも個人所有の車っぽかったですよ。すげえな。宮崎北方、よっちみろや、お金があって遊び心がある人でないと、野方荒佐野であります。ちなみに沖縄にも329沿いに道の駅宜野座が住宅に開業でした。沖縄旅行中に偶然遭遇した。まだまだ増えるんだ、これ大変だね。よかった、俺3年ぐらい前に、あ、3年じゃないか、2年ぐらい前に九州本土だけでも制覇しといてよかったわ。ジョイフル佐世保中里線、中里店来た、逆光で見づれあ、君衣っていうんだ、ありがとうございます。苦しいよ、ナベッチさん、イケメンなら知っておいた方が良いですぞ。女子は弱る男子、いつもは強いイケメンが弱るとキュンキュンってするんるん。あは、直進のこの国道はだいぶ数が減りました。弱る男子、左に曲がる車の方が多いんですね。あ、まあ確かに僕も今腰に違和感があって弱ってますけどね。トンネルです。イケメンじゃない、元山トンネル、元山トンネルに入ります。今日初めてのトンネルですね。早いとこ離島クリアしないとキリがないですね。今年こそ奄美と五島です、ね、そういうところでまた増えちゃったらどうしましょうね。これね、奄美と五島で四国地方中国地方の場合はまさにね、その離島にいくつかありますからね。それもまたしんどいですよね。そのうちさ、鹿児島県の甑島あたりに作ったりしてねそれ困るだろうな。
イケメンじゃなかったらイケメンマンって名前にするよ。イケメンマン、なんだそのイケメンマンって。イケメンマン登場。カー2、3カー2、3、002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 、
面だよ。ほんまですか？正気ですか？今回もトンネル芸がうまい。ありがとうございます。マッサル駅ってあるんだ。知らんかった。マッサル駅っていうのがあるんだそうです。姫路中心に関西では回転焼きをござそうろうとも言います。へえ、会社名。熊本鹿児島ではね、宝楽まんじゅうって言いますね。まあ、それも会社名です。だいぶ値上がりしちゃいましたね。今100円ですよ1個。上左上左下右上。今の視力検査の記号があったもんで、ついつい僕視力 2.0 なので。佐世保市を抜けまして、さあ来ましたよ、笹町に入ります。ようやく今日のタイトル、今夜も生でさざまさし。これはこのさざ町のことを言ってるんですね。そういえば麻生さんがいないな。まあ日本人が今2人身の代金を要求されておりますが、毅然とした対応を取る。まあこれが総理大臣不在の中の副本部長の副総理の私の任務であります。視力がいい。メーターです。ご座走路美味しいですよね。宝楽まんじゅうもうまいぞ。多分同じものでしょうけどね。タイムリーな太郎ちゃん。笹不動産。同じく視力 2.0 の。おお、坂道さんもそうですか。鹿島から第二空港線に出る裏道の交通量が半端なかった。鹿島から第二空港線に出る裏道、九州道の裏道。へー、そうなんだ。なんでだろう。西九州道がまた見えてまいりました。五座走路博多井筒屋にありました。博多井筒屋懐かしいな。博多駅のね、駅ビルにあったんですよ昔で。古いエスカレーターに乗るのがね、僕好きだったんですよね。懐かしいな。博多井筒屋よく行ったな、ちっちゃい頃。わあ、またあのユーストリーム大賞のページ、投票いただいてます。ありがとうございます。楽しいドライブはもちろん、ハイクオリティのモノマネも必見。バク嬉しいな。今日配信中にいっぱい投票いただきまして本当にありがとうございました。 2.0 の視力想像が見えるには変わりないんですが、そうです。宝来まんじゅうのクリームチーズ美味しかったよ。あ、宝来まんじゅうね。宝来まんじゅうだったらね、全国各地多分あるでしょうね。あの国道の人気のないところ坂道の途中とかね。長崎県の佐々町に入っております。まもなく動画の終了地点です。あと2分ぐらいかな。ありがとうございます。まだまだ投票は2月6日まで受け付けておりますので、とにかくこの投票ページの下三角を押していただいて、1票と言わず2票3票4票4票じゃないか、とにかくいっぱい投票していただけると、私渡辺が東京に行ける可能性がさらに増すということになります。ぜひよろしくお願いしたいと思います。時間ギリギリですね。そうなんです、時間いっぱい。そんな目で私を見ないで。子供がまだ食べてるでしょうが。子供がまだ食べてるでしょうか。204通り。子供がまだ食べてるでしょうか。大正割烹一応役。左に行くと
小沢さん、今読んでいただいたの私のです。ああ、ありがとうございます。佐々木さん、このために作ったS ナビ関係者から怒られませんかね大丈夫かしら。かんぴょうでもかそっち来たか。かんぴょうね、かんぴょう巻きのかんぴょう。笹駅に抜ける道を通過しました。もう間もなく終了です。この次の信号ぐらいまでかな。笹中学校の前までです。なかなか動画上では伝わりにくいんですけれども、ゴザソーローの販売店は期間によってはゴザソーローに使われている案が売っていたり、夏にはアイスも売っている。後ろの車3台揃って、それはいいですね。白いアクアです。ゆっぴょ、でも一番前が抜けていってしまいました。後ろも右に行ってしまいました。残念です。カモン達夫さんがやってました。まあ、でもゆっぴょがじわじわ込み上げてきます。はい、右側に見えてきたのがその笹中学校ですね。今日の終着点です。ご報告でございました。といってもこの中学校に入っていくわけではありません。西九州道笹インター左側です。青峰高校近く。そうです、そうです、青峰高校近くですね。というわけで改めましてこんばんは、キャスターの笹まさしです。今夜は190回目のカーツ3、ちょっと待ちよ。もういいですよねこれね。フェイスブックページには配信の30分ぐらい前に上げたんですけど、40分前か。うっとっとっと、今夜も生で笹まさし、もともと特別な大村湾と題して、小堀画伯ならぬ鍋子画伯が書いてくれました。なかなかうまいでしょ。これが大村湾ですね。で、まあ、オランダ村とも言えるし、ハウステンボスとも言えるし、このタワーあたりはねハウステンボスですね。でこの辺が佐世保駅のあたりですね。軍艦も見えます。そしてアクアが走ってますね。こちら今夜も生でさざまさしなんていうテーマでお送りしてまいりました。日付はあ、そうでしたね。さざはいいけど太平の難もなさを痛感してほしい。あ、旅だか。1月21日になりました。忙しいな。というわけで今夜も生でさざまさし、エントリーナンバー002002ですね。投票お願い、バイナベコということになっておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ゆかもんに書かせた、ゆかもんに書かせたらね、あの下手くそなんで本音がポロリ、いろいろうまい、よかった。イラストがめっちゃ綺麗、よかった。ナベコさん書いたのすごい、ホワイトボード風うまいですね。ありがとうございます。ちょうど BGM が終わりました。では0時53分になりました。あ、そうだ、地図をもう一回だけご覧いただきましょう。こちらです。今日はこんなところを走ってまいりました。都議津町の交差点からスタートしまして、ハウステンボスの横を通過し、笹中学校の前、ここまで走ってきたということです。カレンダーの裏、そうです、そういうことなんです。いかがでしたでしょうか。ちょ、よかった。では0時53分になりました。60人の皆さん、61人増えました。ラストはこのコーナーです。皆さんもご一緒にインフォメーションねのコーナーです。早速参りましょう。日付変わって今日ですね、12時6分からはスイッチ791熊本シティ FM FM791 での配信で、放送です。今日からちょっとね、あのスポンサーがついたりなんかして、変わっておりますんで、ぜひ熊本都市圏の皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いしたいと思います。みぬぬ、某運送屋のカレンダーの裏、違います、某放送局のカレンダーの裏です。はい、ぬでございます。カリーの下取りスマイルアビニュー、6時40分から RKK ラジオで生放送、配信ももちろんありますよ。若干クリス・ペプラー風味のぬ。こんばんは、クリス・ペプラーです。ぬ。ありがとうございます。で、今日のランキングなんですけども、ランキングのコーナー、今日のお題は、
最新の防災グッズ勝手にランキングです。ぜひこちらもご覧になってください。阪神大震災から今年20年、先週の、17日ですか、土曜日ですね、20年を迎えました。ぜひそれを機に皆さんにも考えていただきたい、改めて考えていただきたいというところで今回ランキングやりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。ウィーストリームはツイキャスで8時とありますが、今日はないよね、確かないはず。グイタ畑ヒーローズ RKK ラジオで土曜日の夜10時からです。こちらなんですけども、今回ご紹介するのは先週の土曜日、まさに17日なんですけども、センター試験の1日目を終えた受験生に熊台の赤門前で聞いております。こちらも楽しみにお待ちいただきたいと思います。そして羽ばたきヒーロースポーツマン、よくご存知、それのオマージュ番組として私渡辺が出演しております。で、編集も私渡辺がやっております。ぜひお聞きいただきたいと思います。グイーンと羽ばたきヒーローズ、頑張れガール負けるなボーイ、そのキャンペーンのフラッグシップ番組となっております。で、サンデーユーステーション FM オーグニで午前10時からの生放送です。こちらもぜひよろしくお願いしたいと思います。4時間生放送、ユーストリームも生配信もやっておりますので、ぜひお聞きいただきたい、そしてご覧いただきたいと思います。あ、のぶぶさんこんばんは、すようこそお越しくださいました。風呂入ってたら本編ちょうど終わってた、残念。浜崎さん、 T ポイントはどうなりましたか、また後ほどご紹介しましょう。で、カリーの下取りスマイルアベニュー、来週火曜日ももちろん6時40分から生放送、生配信もあります。さあ、お待たせいたしました、来週のカーツ3です。来週はこちら、橋で結ばれた日本最西端の港町宮之浦、北緯33度11分、合計129度21分、平橋到着です。ありがとうございました。というわけで、来週のカーツ3こちらでございます。非前シリーズはまだまだ続きます。第4弾は最西端記録更新、平戸縦断2-3をテーマにお送りしてまいります。編集は変態が行っております。まあ変態ですけどね、確かにね、本土最西端の道、橋でつながった本土最西端の町、宮之浦か、ということになっております。最西端記録更新がかかっております。来週のカーツ3でありますね。そして先ほどありました T ポイントは750ポイント今週たまりまして 23,541 ポイントということになってまいりました。というわけでエンディングでありますけれどもね、オーバールートあるかな、どうでしょう。そして来週は平戸にせっかく行きますんで、おまけもご用意しております。といえばもう大体お分かりですよね。今日も話題に入ってまいりましたけれども、そちらも出てまいりますんで、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。来週は非前シリーズの第4弾、最西端記録更新、平戸縦断2-3でお楽しみください。というわけでエンディングでありますけど、今日ちょっと1時3分ぐらいまで続きそうだな。次の日曜日も聞きます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。というわけで、今夜も生でさざまさし、もともと特別な大村湾というテーマでお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。オープニングからちょっと見損ねたという方、アーカイブこの後すぐ残しますんで見ていただくと、もうまたこういうところ凝ってるよねなんていう声が聞こえてきそうです。よかったらね、途中から見始めたという方、アーカイブができたらちょっとすぐ見てみてください。クスクスっとくると思いますんで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ダダさん、 T ポイント使わないで東京に来れるといいね。そうですね、それができればいいですよね、ぜひね。健郎さん、お疲れ様、ありがとうございます。いや、嬉しいございます、本当にありがとうございました。そうです、平戸島に来週の2-3はお届けしてまいります。南光さん、お疲れ様でした、おやすみ、ありがとうございました、おやすみなさい。皆さん本当に風邪ひかないようにね、ご注意ください。僕は風邪はひかなかったんですけども、背中痛めてしまったんであんまり説得力ないんですけれども、それでもね、日付変わる前の20日、
が大寒だったわけです。寒さの底を越えたという言い方もできます。これからだん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 少しずつ少しずつ、こっちか、少しずつ少しずつ暖かくいっていくはずです、なっていくはずです。まあ時折ぐんと寒くなる日もあるでしょうけれども、そこで風邪ひかないように、体調を崩さないように気をつけていかないといけませんね。まあ今日もたくさんの皆さんに、特に配信中にも投票いただきました。本当にありがとうございました。改めてもうくどいって言われそうですけれども、とにかく投票ページに行ったらば、この下三角のボタン、これで一回一回選び直して、1票じゃなくて2票3票4票、人によっては5票以上投票できる方もいらっしゃいます。ぜひその権利を、もったいないですからね、行使しましょう。ぜひ、でそれがぜひこの番組に投票していただければ本当に嬉しいです、皆さんの期待に応えるべく僕も頑張ってまいります。僕自身でも投票をお願いする行動をいっぱいいろんな方にしております。ぜひ頑張っていかないといけないなと思います。のぶぶさん、まだ仕事終わらんとよ。うわ、初耳これ今日の配信中にちょっとね覚えたんですよ、三寒四温ってやつですね。皆様、行く久しくお健やかに、そうですね。黒熊さんもありがとうございました。おやすみなさい。浜崎さん、今週もありがとうございました。おやすみなさい。また来週もお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。まあとにかく意見には個人差あるかと思いますけれども、とにかくユーストリーム大賞、チャンスがある限りは、もっと頑張ってみようと思ってます。特に僕の分析上、ももクロも少しちょっと力を落としてるっぽい感じがしたんで、そこにつけ込まない手はないと思います。今日も本当に最後までご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。では皆さん、おやすみなさい。そして投票引き続きよろしくお願いします。また来週です。